ラン、自然大好き、魚の三枚おろしは朝飯前。フリーアナウンサーの森由美凛です。私は今東京の離島、伊豆諸島の一つである三宅島に来ています。島好き、ダイビング好き、野鳥好き、釣り好きに人気の離島です。さあ今回はサムネイルにもある通り、お魚天国三宅島で巨大ウツボを釣ってきました。三宅島はお世辞抜きに今まで行った離島の中で種類も豊富で大物が多く、数も一番釣れました。さて皆さん、海のギャングと言われるくらい凶暴で釣り人からの嫌われ者なウツボが食べられるって知ってました？私は知りませんでした。高知や房総半島、和歌山など太平洋側の半島部では食べているところがあるようです。栄養豊富で美味しいので、お正月のご馳走としても振る舞われているんだとか。さらにウツボは妊産婦さんに食べさせろと言われていたり、コラーゲンがたっぷり入っているので美容にいい食材として注目されています。それを聞いたら食べないともったいない、ウツボとの激闘、どうぞ最後までご覧ください。皆さん見てください、このウツボ、ウツボがなんと釣れました。もうたっぷんたっぷんで、もう超凶暴で、歯が鋭くって指が噛まれてなくなってしまうぐらいの、噛み切られてしまうぐらいの力があります、このウツボっていうのは。でもすごい可愛いですね。ちょっと凶暴なんですけど、たっぷんたっぷんです。ここら辺、わあすごい。これ意外にあの内臓がたくさんあるみたいなんですよ。けど過食部分は多いらしくて、これ食べるのがすごく楽しみです。わあすごい。あのこのウツボなんですけど、なんとですね、皮膚呼吸ができるみたいなんです。なので地上に来ても長く生きているみたいです。でもちょっと弱ってきましたよね。これ口開けて動かなくなりました。だいぶだいぶ動かないです。これ嬉しい、ウツボ料理食べたかったんです。おー見てください、ウツボ料理食べたくて。でそしてこのなんとも不気味なこの表面、怖い。これ巻きついてくるみたいなんですよね。ウツボです。こうだ、キャー、すごい長いですね。1メートルぐらいあると思います。イエー、はい、ウツボをさばきました。じゃーん、ウツボ見てください。この顔からこの、あのお尻にかけての肉がこのようになってます。すごいですよね。4食分ぐらいありますよね。でここめくるとこういう皮があります。すごい。こっちはもうね、あの骨があんまりないです。見てください、結構重い、重量感があります。すごくこんな風になってます。あのウツボはですね、ちょっと不気味なビジュアルですけど、高知県とかではねすごい高級品として扱われてますよ。そしてこれがここにあったあの骨、中心の骨です。ここ断面図があります。ウツボはなんか骨がここにある感じで、周りはなんか周りにピーって普通あわら骨見たくなってるじゃないですか、普通の魚って。でもウツボはそういうのがあんまりないです。中央と周辺にちょっとなんかゴツゴツしてるぐらいで、なんかこう柔らかいんですよね。あばら骨が本当にちょこっとだけあるくらいなのかな。面白いです。こんな感じでさばけましたね。あとこれが内臓です。これ内臓と、あとこれが浮き袋、眉の蚕みたいな見た目ですよね。プニプニしてて中に空気が入ってる感じです。そしてこれがあの尻尾、お尻から下の部分です。ここ
お尻から下の部分は骨っぽくって捨てちゃう人も多い部分ですね。あとは骨っぽいので唐揚げにして食べてしまうと結構美味しく食べれるんじゃないかなと思います。それではうつぶをたたきにしてみました。塩をかけて火で炙って氷塩水で冷やしていただきます。ウツボは海のギャングとも呼ばれていて、海の中で蛇のようにニョロニョロと泳いでいる魚類です。いただきます。ポン酢につけていただきます。コラーゲンたっぷりっていう感じなんですけど、柔らかくて噛めるんですよね。噛み切れる柔らかさがあります。うん、美味しい。見た目によらず本当に美味しい。ウツボは千葉の房総あたりとか九州あと高知とかで食べられているですよね。でちょっと高級品みたいな。高知県ではお正月のお祝いとして食べるんですよ。あとはウツボはタンパク質が豊富なので、なんと産後の母乳の出を良くするために食べられている生き物なんですよ。でその他の地域ではほとんど食べられていないものです。高知県だとですね、空港にも置いてあるそうなんですよ。あとスーパーでも当たり前に置いてあるんだそうです。もうびっくりですよね。ウツボはですね、本当に力強くって、噛む力が本当に強くてですね、釣る前にもう何回か糸が切れる、釣り竿の糸がなんかすぐ切れちゃうみたいな時があったんですよ、当たりが出ても。ウツボが釣れて内臓を開いて胃袋の中を見たら、なんと私が使っていたと思われる釣りの針とか重りとか糸が出てきたんです。出てきたって言ってももう一つではなくって 2,3 個出てきたんですよ。ウツボはですね、噛み切る力が強い、指が噛みちぎられるくらい力が強いんですよ。海のギャングと呼ばれています。さあ、もう今すごい食べて超美味しかったんですよね。では続いて塩でいただきます。いただきます。うん、美味しい。皮がなんかトロトロもしているようだし、ちょっとコリッとする感じもあります。うん、美味しい。なんかこの食感他の食べ物では味わえない感じがします。ウツボだけが持っているこの食感、すごいちょっと高級な感じがしますね。なかなかこれは食べられない食感です。とっても美味しいです。なんかお祝いの品として食べられているっていうのは結構理解できますね。なんとですね、やっぱり高知だとウツボのコース料理というものがあって、それがもう1万円を超えるそうです。なんでやっぱり高級品なんですね。あとは取るのもね、ちょっと危険を伴いますので。あと捌くのはウツボは尻尾の方は骨が結構入っているので、頭からお腹の方までがこうやってお刺身で食べられる感じですね。では海のギャング、ウツボを食べてみたでした。美味しかったです。とろける。続いてはウツボの干物です。ただこちらですね、ウツボをさばいて天日干しっていうんですか、太陽の下でちょっと干しました、1日そして焼きました。ちょっと食べてみたいと思います。とっても焼いてる時点から油がすごい出てて超美味しそうなんですよね。いただきます。じゃあこうやっていただきます。こちらです。美味しそう。
すごい綺麗な白身。いただきます。うん、おいしい。とっても柔らかい。上質な白身魚っていう感じです。なんかウツボ特有のプルンプルンみたいなのは感じられなかったんですけど、ちょっと皮と一緒に食べてみますね。皮がやっぱりプルンプルンなのかな。切れない、かじっちゃおうかな。いただきます。うん、うん、おいしい。コラーゲンついてます。うん、うん、おいしい。お魚っていう感じだ。なんかザ・ウツボ感はあんまり感じないかも。でもすごいおいしいんですけどね、ウツボのたたきのようなあのプルンプルンな感じは控えめで、多分普通にお魚食べる人だったらみんな美味しく食べられる料理っていう感じです。うん、なんか大衆受けする感じ、美味しいです。千葉の館山とかだとウツボの干物これくらいの大きさで2000円ぐらいするそうです。なんで高級品になります。栄養価がやっぱり他の魚より多そうですね。似ている味だとすごい脂が乗ってるホッケみたいな感じです。そんな味がします。多くの人がすごい好きになれる味です。続いてウツボの頭も煮込んでいきます。歯が生えてますね。お目目もパッチリです。もう死んでます。入れていきます。今お鍋の中がカオス状態なのですが、こちらウツボの頭も投入しました。落とし蓋をして煮込みます。それではウツボの頭の煮付けをいただきます。添えてあるのは三宅島で取ったフキです。さあウツボの頭どんな味がするんですかね。すごいね、ここコラーゲン入ってますっていうこの透明感とプルプルな感じがもう見てわかるんですよね。ちょっと食べやすいところいただきますね。ここら辺でいいかな。よいしょ。あーすごい弾力があって、ちょっと箸で取るのちょっと難しいな。よいしょ。もう美味しさは分かっているので、よいしょ取れました。じゃあこの身をねいただきます。いただきます。こちらです。うん、おいしい。白身魚っていう感じです。あとここもね、あ、柔らかい。意外にここ柔らかいです。箸でこうやって切れました。でもね、ここがねもうとっても美味しい部分ですね。うわー、ここがウツボの醍醐味です。もう海のギャング、凶暴なあの怖いあのイメージもうないです、私の中では。いただきます。もう美味しい高級品というイメージしかないので、いただきます。コラーゲン、うん、あーすごい美味しい。うん、なんかお鍋の中に入れたもうとろけるお餅を食べているかのような食感、すっごく柔らかくってお餅みたい、おいしい。こちらはつわぶきです。うん、うん、うん、風味がやっぱりありますね。歯ごたえはしっかり、ちょっと固めです。木の香りが鼻にスーッと抜けて、やっぱりお魚だけじゃなくて野菜もあるってすごい贅沢な感じがします。いやー、もうウツボ美味しい高級品って感じ。
ありがとう、ウツボ。ウツボは頭も尻尾も胴体も全部食べました。ごちそうさまでした。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったなと思ったら、ぜひ高評価お願いします。今後も動画を投稿し続けますので、ぜひチャンネル登録をして応援お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。どうだー。